さあ、じゃあのびちゃん、お待たせしました。行きましょう。しずかちゃんダメよ。ほら、しずかちゃん、こっちこっち。こっち、こっち、朝が咲いてます。今日9月8日、土曜日、今朝の9時。朝顔ももう最後かな。うん、のびちゃん竹が食べたみたいで食べてる。早速のびちゃんとかしずかちゃんが散歩したがるっていうのは、草が食べたいっていうのがあるのかもしれない。単に外に出たいっていうだけではなくて、うちは猫草が家の中にはないもんな。買ってないもんね。よく食べるね。うん、本当にあんまり食べないでね、拾っちゃうから。のびちゃん頼むよ。人間で言ったらサラダ食ってんのと同じだな。のびちゃん、竹を食べ終わったんで、いよいよこれからがのびちゃんの散歩タイム始まります。この塀の上に沿ってずっと歩いて、この辺りで向こうの奥の密林の方に行きたがる。うん、のびちゃん、何匂い嗅いでんの。このこの間この木に登りましたね。台風でちょっと傾いちゃった。あ、また登ろうとしてる。兄ちゃんダメよ、そこ登っちゃう。のびちゃんこうやって立つとやっぱりそれなりの身長あるな。60センチぐらいある。あ、おいおいおい、兄ちゃん、くら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 、何やってんだよ。やべ、登っちゃってますね。なんか匂いがするな、鳥の。これかなり高いんだ。ようやくさっきのあの木から降りて、いつもまったりする場所に来ました。のびちゃん、のびちゃん危ないよ、お前。あの木はやめてね。もう次から登らせないからね。待ってる。これ桜の木です。葉っぱはだいぶ虫に食われてしまいましたけど、この下の方にですね、これこれ、またちょっと葉っぱの芽ができてきてます。上の方はないです。これはさくらんぼのなる桜の木らしくて、高砂と書いてあります。この
木がでかくなったら登っていいからね。それまではダメだ。お隣の木だし、ね、君が登るとなんか木が重さで少し傾いていくような気がして、しょうがない。何ボロボロしてて気持ちいいのか。うにゃうにゃ言ってるな。みーちゃん、猫はこうやって地面に体をこすりつけて自分の匂い付けをするのかな。でもまあ君の場合飼い猫だから匂い付けしてもほとんど外に来ないし、あまり関係ないですよ、みーちゃん。のびちゃん、車の下に、CRV の下に来ました。外部マイク使ってないですから、昔買った外部マイクどっか行っちゃいました。四国の旅行の時に外部マイク、ピンマイクって言うんですかね、買ったんですけれども、使わないうちにですねどっか行っちゃいました。四国の時にちょっと使ったのかな、そらくんな。ねえ、外部マイクがあると風洞がついてるんで、この風の音も少し和らぐんだよな。それがないと外で風の強い日は喋ってる声がほとんど聞こえない時が結構ありますから。みーちゃん、これみーちゃんの足のこれかさぶたになってるとこ、足が、足の裏が綺麗でないの分かりますかね。これ病気かな、皮膚病かな。これすごいね、ガサガサだよね。見てください、これ医者行った方がいいのかな。熱持ってるな。こっちも同じですね。普通あの猫の肉球はツルツルしてて、まあ、人間の手のひらもそうですけど、そうなってないといけないのにガサガサしてる。これ皮膚病かもしんねえな。みーちゃん、君の手の肉球はどう？ん？手は舐めてるけど足の裏は舐められないもんな、そんな簡単にはな。みーちゃん、医者行くかな。まあでも血が出てるわけではないんだよな、ガサついてるっていうだけなんだよね。軟膏とか塗るのかな。のびちゃん完全に車の下に入ってしまいましたけど、あ、出てきた。のびちゃん2周目です。平野で2周目に入りました。こうやって尻尾を立てて歩いてる時は自信があるんだね。怖がってる時は絶対尻尾立てない。そっち奥行っちゃダメよ、みーちゃん。
こっちの塀には2回飛び降りて2回ともリードが外れたな。ダメだからね兄ちゃん、ちょっとロープを強めに引っ張ってないと。ビデオを撮ってるとどうしても猫の動きよりもビデオを撮る方に集中してしまうから、何かあった時にですね対応ができなくなっちゃう。兄ちゃん、この木はもうダメだ。ここに木が茂ってますけど、抱っこしてこの木の通過させました。2周目もうすぐ終わります。この木はスピーカーの台を作ろうとしてそのまままだやってません。これ切ろうと思ったらですね、あの丸のこのガードのガードされてるんですけど、その解除の仕方がよく分かんなくて、フェンスの上を器用に渡りながら。のびちゃん、おい、どこ、こっちだ。危ねえ、スズメバチだ。アシダマバチかな、これ見えますか、これ。うわ、やべ、あんなのに刺されたら大変だ。この辺り蜂多いよな。君気をつけないとね、蜂に刺されたからな、この間手を。みーちゃん道路でゴロゴロしてますけど、さっきそのフェンスの上から降りてこの道路でゴロゴロしてますね。今日は風が強くて、風が吹くと気持ちいいですね。もう真夏の熱風ではなくて少し秋っぽい涼しい風が吹いてます。おびちゃん、いきなり走り出さないで。おまちね、今度こっちのよその家の庭でゴロゴロしてる。あっちでゴロゴロ、こっちでゴロゴロ、伸びたくゴロリンゴロリンゴロリンパ。家の中ではゴロゴロしないよ、全く。匂い付けする必要がないからか、多分そうだろうね。のび太くんも昔は1歳ぐらいまでかな、近くの公園まで行ったり、川が流れてる用水路のとこですね、そこに田んぼがあるんですけども、そこへ行って遊んだりしたけど、その後怖がりになっちゃって遠出しなくなっちゃったもんね。のび太くんは人間の社会が嫌いなんだな、怖くて。小さい時に TNR で保護されたから、それが完璧にトラウマになってて。ねえ、のびちゃん、そんなに怖いことないから大丈夫だよ。ねえ、君性格はおっとりしてていい感じですね。荒ぶるところは全くないです。
まあ、静香ちゃんと小さい頃からずっと一緒にメス猫と暮らしてたんで、そうなっちゃうんだな。サビちゃんが君をどんなに襲ってきても君からは一切手出さないし、ね、偉いね。サビちゃんもう散歩しだして30分以上経つんで、そろそろ静香ちゃんと交代してあげないと。静香ちゃん待ってるからね。早く私も行きたいっつって玄関の中で。ねえ、私も大変だ。2匹いるから2匹散歩連れていかないといけないから。うん、さあ、のびちゃん、そっち家と逆方向だよ。君の怖い怖い世界の方に行っちゃうからね。やばいでしょ。珍しいね。近頃ないよ、こんなとこまで来るなんて。大丈夫か。ほら、尻尾下がってますね。警戒してるんです。あ、この突然なんかビビった。あっちの方でなんか音がしたんです。本当にビビりだなおめえは。うん、3週目に入ってしまいました。のびちゃん3週目です。のびちゃんそっち行きたいでしょうね。お隣の庭に行きたい。そっちダメ。3週目だからな、もうな、このアングルも飽きたよな。兄ちゃん3週目しちゃったよもう。うん、このガス焼却炉の屋根ですけれども、この間の台風にも全くびくともすることはなかったですね。すごいね。この木が傾いちゃったんで、台風でまっすぐ取れなくなっちゃったんでね。うん、抱っこしてここを通りました。私が。のびちゃんもう3週目だからいいでしょうね。終わりにしようね。